おはようございます。山男チャンネルです。今日はですね、標高を下げて里山の方でキノコ探しをしておりますが、はい、ですね、ここはもう 2,3 年前に来て、それっきり来てなかった山になります。見てください。まさかね、ないだろうと思って歩いてたら早速出ました。うわもう根っこの方はダメですけど、傘はまあギリいけますね。松茸ご飯にはいけるかな。すごい、結構大きめの開きです。いやいや、びっくりしました。もう入山して早々ですね、松茸と出会うことができました。で、次は栗茸出てきましたね。ちょっと量は少ないけど結構綺麗でね、良さそうなんで、これも取っていきましょうか。いい栗竹。よし。まあ本当にもう晩秋なんでね。まあ本来的には栗竹とか、あと霜降りしめじとか、その辺がですねシーズンかなと思います。まあ松茸のね望みはかなり薄いんですけど、まああればいいなっていうぐらいの感じで来ております。まあ、運よくね、でも1本は見つかったんで、ちょっとこの調子でね探してはいきたいと思ってます。もう見事な苦栗竹が出てきました。これはね、まあ栗竹に似ててよく間違ってね取られたりしますけど、毒のやつで苦栗竹になります。栗竹よりね、だいぶね色が、傘の色が黄色いですけど、古くなってくるとね、ちょっとまあ色合いがね栗竹みたいになってきて、結構間違えやすいキノコになります。この辺ねすごいたくさん出てますね。いや、これが全部栗竹だったらよかったんですけど、残念ながら毒キノコでした。美味しそうな正元寺が出ております。これはいいですね、取りましょうか。すっごい大きい、珍しいキノコに出会いました。これは黒ラッパタケですかね。これまでね取ったことはなくて、図鑑でしか見たことないけど、なんか好きな人は好きだってね聞くんで、ちょっと取っていってね調べてみようと思います。おお、すごい、なんかすごいですね、独特。意外とですねしっかりしてますね。でもこれ食べる気にはならんよね。ちょっと調べましょう。怖いですよね、ちょっと。この辺にちょっと、まあこの辺はちょっとどうなんですかね、食べ頃がわからないですね、このキノコは。まあ割としっかりしてそうなやつだけ取っていきましょう。はい、ここでは、ここで取れたキノコこんな感じですね。まあ正元寺と、まあ、黒ラッパ、ちょっとこれは調べますけど、あと栗竹と、まあ、だいぶね傘の開いた松茸が取れました。またちょっとね移動しながらキノコをね追加していきたいと思います。ちょっと良さそうなですねぬめり口があるんで取りましょうか。よいしょ。んー、まあちょっと古いけどいけますね。虫がちょっと入っちゃってるけど、これはいいかな。まあまあまあですね。ちょっとやっぱ虫がね入っちゃってる。皆さん、ちょっと珍しいキノコの群生に出会いました。これです、山伏竹の群生。この上にもある、お不思議なねキノコですよね。ここにすごい大きいのがあります。一応ね食用、なんかね手前のこの毛っぽいところは柔らかいですけど、少し触るともうね結構固めです。スープとかにね入れると美味しいのかもしれないですが、あまりね食べたことがないんで、まあ、置いて、はい、ちょっとね古いですけど、ムキタケですね。めっちゃ大きいです、本当に手のひらと同じぐらい。これはね食べれるキノコですが、やや古なんで、まあ取らずに置いていきたいと思います。まあ月夜竹とね結構似てるんで、
間違われたりもするみたいですね。おそらくあれもそうでしょう、ムキタケだと思われます。まあこっちはね食べられそうですけど、まあまあね、あんまり食べないキノコなんで僕はね置いていこうと思います。なぜか本日クロラッパがたくさん生えているので取っていきましょう。まあ調べてみないとね、本当にそうなのかわからないんですけど、まあこれなんかかなり特徴的なんで。おーすごい、これはでも古いのかな、わからんですね。食べ頃がどれぐらいまで食べれるんですかね。こっちは良さそう。わからんけど、はい、さあちょっとです、車で移動しまして、まあほど近いね別の尾根に来ております。でこれからですね、まあ尾根の方に上がっていきますが、谷沿いでまたこちらムキタケをですね発見しました。大きいですね、めちゃくちゃすごいです、立派ですね。こんなにねムキタケ出てることは珍しいですけど、今年はねよく出てます。なかなかひどいですけどね、ここを登っていきますか。すごいヤブです。いやーでも少し登ったらあっという間にですねすっきりした尾根に出ることができました。もう5分も歩いてないぐらい。これでね松が出てきたら松茸探しをねスタートしたいと思います。これそうじゃない、もう古いけど、うわそうですね、これもうね枯れちゃってるというか腐っちゃってるけど松茸でした。出てるんだなやっぱ。いやもう終わりかけっぽいですけどね、探しましょう。ちょっと大きめのキノコがあるけど、おいしょ、おーこれそうですね、松茸だ、開いてるけど、おーすごい、あーいい香りします。よいしょ、あー出てますね、やった。こう良さそうなぬめり井口が出てきました。あーいいですね、傘にまだ膜が張ってる綺麗なやつ。なんかここにも松茸が出てんじゃないの。わーこれ、うわ何踏まれたのか、うわうわーいい匂いする、松茸ですね。これもこれも、うわー誰かに蹴散らされてる、鹿ですかね、鹿か猿かにやられてます。もったいねー。いやここに 1,2,3,4,5 6本ぐらい入ったんでしょうね。おーこれはきつい、残念、蹴散らされた松茸が、しかもなんかまだ新しい気がするんで、タッチの差でねやられた感じです。うわ残念、見つけました。これもでも開いてはないけど、結構なんか茎がふわふわ出ました、松茸。うん、はい、無事に下山してきましたが、この後ねまた別なエリアに行きたいと思いますが、このね今降りてきたポイントで、取れたやつをね追加したいと思います。まずは一応ね松茸が取れましたね。すごいもうちっちゃいですね、ちっちゃい松茸が取れて、あーやばいやばい崩れる。ちょっと正源寺さんの場所をずらして、クロラッパがね結構取れたんでそれも追加します。よいしょ、これねすごいです、これだけね取って食べれなかったらもうショックですけどね、食べれると信じて取ってきました。また図鑑でね調べます。結構ねクロラッパがこの山域では取れますね。こんなこのキノコ他では、ね、取ったことないですけど、ここでは大量です。はい、こんな感じです。まあまあですね、
形になってきました。次のエリアでは、ね、取れるかどうかどうでしょうかね。何があるか楽しみにしていきたいと思います。あ、この辺の、ね、松林もすごい素晴らしいですよね。すごい松茸が出そうな雰囲気が漂ってます。まあ、ただねちょっと我慢をして上の方まで行きましょうか。下の方はね多分知ってる人に取られてると思うんで、もし取れるとすればですね上の方かなというふうに予想しておりますので、頑張ってね登っていこうと思います。なんかでもこの辺ね結構道幅も広くって、まあねなんか車通れそうな感じの道ですけどね。おお、すごいですねこれ。もう松茸ね狩りをされる人にはわかると思いますけどね、明らかに取れそうというか、まあ、少なくともかつてはね取れてたであろう林ですよね。いやー一本ぐらいね出会えたらいいなと思ってます。一応新規開拓ってことで来ておりますが、まあ、キノコの気配がねいまいちという状況です。まあ、頑張って登っていきましょう。相変わらずですね雰囲気は最高のですね松林を歩いております。でさっきですねホウキタケがありましたけど、なんかね何本か、まあ、抜かれてる感じでした。この辺もねちょっとこれなんか靴でねこうスリップしたような跡があるんで、やっぱり来てますね。まあこれだけの山なんでね出るんでしょうねそれだけ。いや果たして、まあ初見のね私が一本に出会えるのか、出会えたちょっと待って、これそうじゃないの。うわ出た出会えました。いや絶対無理と思ってたけど出会えた。すごいですね。あーこれは結構深いな。いやー取るの大変だぞこれ。あーすげえ曲がってますね。根っこが絡んでるんで本当に難しい。折らないように出せるかな。よしよしよし、よっしゃー来ました。すごい、あったー、ありました。新規開拓ですからね本当に初見の山でなんとか一本出ました。いやーありがとう。あーいいですね、一本見つかるとちょっと頑張ろうって気持ちになるんで、まあもうちょっと探していきます。すごい宝石のようなキラキラの花井口が出てきました。いやー綺麗。ちょっと2本だけなんでね、まあ見送り。いやまたしても綺麗な花井口が出てるんでちょっと取っていきます。これは味噌汁要因ですね。すっごいこの軸の太さ珍しいですよ。綺麗ですねこのオレンジ、あじゃあ黄色、傘の裏のね色といい、この軸の太さといい、もう最高ですね。よし、いや新規開拓続けております。まあ尾根を、ね、ひたすら登ってるんですけど、ついに松林がなくなりました。カラマツと、こっちはヒノキの林ですね。まあヒノキなんかもしかすると食油林かもしれないですね。いやー、まあ、あとねどれくらい稜線まで時間がかかるのか、稜線に松があるのか全くねわからないんで、戻ろうかどうかすごい迷ってます。ちょっと考えます。結構ねいい花井口が、軸が太くてね、傘も綺麗というか、虫が入ってないやつがねたくさん取れました。あとはこれですね、地中から出てきた松茸。はい、こんな感じですね今日の成果は。まあ多分黒ラッパと、まあ、松茸、花井口、正源地、あと栗茸ということで、結構ねたくさんいろんな美味しいキノコが、取れましたので、また美味しくいただきたいと思います。は
はい、またですね、きのこ山や、きのこ狩りの動画をお届けしていきますので、面白かった方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。